ノックは無用は1952年のアメリカ合衆国のサスペンス映画。監督はロイ・ワード・ベーカー。出演はリチャード・ウィド・マークとマリリン・モンローなど。原作は米国のミステリー作家、シャーロット・アームストロングの小説、ノックは無用。ホテルのエレベーターボーイとして働いているエディのもとに、名のネルがやってくる。ネルはエディの紹介でホテルに宿泊している。 ジョーンズ夫妻の幼い娘のベビーシッターをすることになった。パイロットのジェドは歌手である恋人のリンに一方的に別れ話をされ、イライラしていた。ホテルの部屋に戻ると、向かいの部屋にいるネルの姿に興味を惹かれたジェドは、ネルのいる部屋に電話をかける。すると、ネルもその気になり、ジェドを部屋に招き入れる。たわいない会話の中で、ジェドがパイロットであると知ったネルは、 様子が変わる。ネルはパイロットだった恋人を亡くして、以来、精神に異常をきたしていたのだ。ジェドを死んだ恋人と思い込んだネルは上記を一した行動を取り始める。カッコ内は日本語吹き替え。ロッテントマトズによれば、11件の評論のすべてが高評価で、平均点は10点満点中6.8点となっている。ありがとうございます。